谷沢隆造谷沢隆造大正の7年4月1日は衆議院議員弁護士。若狭国を入軍に室村に小浜藩士、渡辺世平の次男として生まれ谷沢氏の養子となった。小浜藩校で学んでいたが1868年に更進生に選ばれ東京に留学して法学、経済学を学んだ。 1871年、廃藩地県により、オバマ藩が廃止され、鶴ヶ県が設置されると郷里に帰った。1876年に大元人規則が制定されると免許を受けて事務所を開いた。同年、鶴ヶ県が廃止され、滋賀県に編入されると、大津に事務所を移し、1880年により大津大元人組合会長を務めた。 1888年、滋賀県会議員に当選。翌年、大津町会議員にも選ばれた。1891年の大津事件では、津田三蔵の弁護を担当した。1892年、県会議員に再選された。1894年の第4回衆議院議員総選挙で当選し、第5回衆議院議員総選挙でも再選された。1899年、 再び県議となり、議長に選出された。その後も第7回衆議院議員総選挙、第9回衆議院議員総選挙で再選された。ありがとうございます。